銀河の歴史がまた1ページ。はい、皆さんこんにちは、ワンダルクルビージです。では今回は銀河英雄伝説バンダイ版、新しくプレイを始めていきたいと思います。前回までに銀河帝国軍編はプレイをしましたので、今回はですね、自由惑星同盟軍編をやっていきたいと思います。早速プレイの方を始めていきましょう。人類の歴史は戦争の歴史だったといっても、異議を唱える者はそう多くはあるまい。まあ、この銀河英雄伝説はですね、まあ、スペースオペラと銘打って、まあ、小説がね、出ていたように、結構言い回しがですね、こう、美麗なというか、言葉がね、美しいというか、まあ、そういう語り調のものになっている部分もあったりするので、小説、原作、まだね、読まれてない方いらっしゃったら、一度ね、読んでおいても、面白いのかな、というふうには思いますね。では、まずは自由惑星同盟軍編のシナリオ、見ていきましょう。人類社会が銀河連邦の時代を経て、ルドルフ・ゴールデンバウンの簒奪による銀河帝国の成立から485年ということで始まっていますが、このあたりについてはですね、銀河帝国編と最初の部分はほぼ同じかなという流れですね。ちなみに帝国編は18ステージ。で、自由惑星同盟軍編は12ステージと少し少ないですね。では早速ステージ1、惑星レグニッツヤ上空編からです。惑星レグニッツヤは7億2000万キロないし、7億6000万キロの楕円形軌道上を10万4000時間強の周期で公転している。典型的な恒星外外縁部ガス状惑星である。このガス状惑星っていうのが一つポイントになっていてですね。まあ、帝国編では、このね、ガス、記念性のガスに対して、ラインハルトがミサイルをね、あえて撃つことによって、同盟軍を撃破したという様子が、まあ、描かれていたという内容ですね。宇宙暦795年、帝国暦486年9月4日。パエッタ中将を指揮する自由惑星同盟軍の第二艦隊は、その騎乗位な雷雲の乱舞する中を進んでいた。パエッタ中将の指揮するこの艦隊、その参謀にヤンがいたというところですね。この時のヤンの階級はご覧のように準将ということです。アッテンボローが登場です。まあ、この頃からアッテンボローとヤンはね、親交があったわけなんですけども、アッテンボローが実際には士官学校の時からもうヤンとは親交があったというふうになっていたと思います。後にエル・ファシルの英雄、魔術師ヤン、ミラクルヤンなどの異名を持つに至る同盟軍の若き英雄ヤン・ウェンディ。
軍服を着ていても軍人に見えないこの先輩の死亡するところを士官学校時代からの後輩ダスティ・アッテンボローは知っていた。さっさと退役したよ、いつ辞めたっていいんだ。まあ、矢はもともと歴史家志望という設定だったんですけども、まあそのね、同盟軍側の懐事情というのもあって、本当だったらその戦士研究家という、まああまり人気のない学科にいたものがですね、エリートが所属する学科へと、まあ、転属したという経緯があります。でさらに元を正せば、ヤンのお父さんがね、もともとその古美術品みたいなものを集めていたんですが、まあそれ、死んでしまった時にほぼ全て贋作だというのが分かってですね、まあ、無一文に近い形で進学するにも窮したというのがあって、同盟軍の士官学校に入ったというのが元をたどった時の経緯になりますね。はい、オペレーターです。同盟軍第二艦隊全艦に次ぐ全艦上昇、雲海より出て策的に全力を尽くす。冒頭出ていた通りですね、レーダーが使えないこの惑星レグニツヤの、まあ、環境上の特徴特性あるので、まあ、策的をねしっかり行いましょうというのがこの命令の内容になっています。では、ゲームステージの方に入っていきましょう。帝国軍艦隊反応ありということですね。ゲーム時間は30分。勝利条件は、帝国艦隊の撃破、あるいは戦果ポイント8000の獲得です。同盟軍の方ですが、1個艦隊を持って敵を迎撃しますと。艦隊司令官にはパーエッタ。サンボーニアン、右翼の司令官にアッテンボロという内容です。特に編成の変更はできなさそうなので、このまま出撃していきましょう。はい。では、まず策敵からしていきたいところですが、陣形の変更等も一切できなそうなので、このまま敵を求めて策敵していきます。さあ、帝国軍の艦隊の機影らしきものを発見しましたね。一瞬でしたが確実に見えたので、そちらの方向に向かってみましょう。敵の後ろを取れそうですね。無名の提督が乗る敵の艦隊を発見、攻撃していきます。スパルタニアを出すまでもないですね。敵の後ろ完全に取れましたので、このまま敵の方を回り込みながらね戦っていきましょう。特技が使えます。アッテンボローはですね、ロイエンタールが使っていたのと同じ主砲三連星車使えますので、これ使います。これはシールドを突き破る強力な主砲の星車なので、敵に効果的にねダメージを与えられるというところです。しかも今敵の横取ってますからね。では無名の提督の艦隊撃破しました。次の艦隊求めて索敵していきましょう。さあ、敵の艦隊ですね。2個艦隊同時に相手にするのはちょっと分が悪くなりますので、下がりながらですね、せめて同じ方向に向いている敵を倒せるように工夫をしていきます。できればね、敵同時に交錯したところをミサイルで仕留めたいなというのもありますからね。今だ、ミサイル撃ちましょう。ミサイル敵に直撃させています。直撃させた部隊が下がっていくのを確認したら、今度は右翼側にいる敵をね、叩いていきましょう。ミラクルヤン使えそうなんで使います。これ結構優秀でですね、防御力アップの他に耐久も回復するんですね。まあ、今回はねパエッタの艦隊しかありませんけども、しかもこれ範囲内にいる全味方に効果が
影響するっていうね、かなり強力な特技になってます。なので艦隊数が増えてきた時なんかはね、より効果的に使えるかなというふうには思いますね。では最後のミサイル撃っていきます。このミサイルが当たってくれれば敵の艦隊で大損害というところだと思いますので、追撃していきましょう。今までは2個艦隊相手にどちらかというとね、敵が分かれたところを交互に攻撃していくって形でしたけども、敵の艦隊に大ダメージを与えた今は突入していきます。スパルタニアンも出しましょう。敗走する敵のもう一つの艦隊も撃破済みです。あとはラインハルトがどっかにいると思いますので、捜索に当たりましょう。もうミサイルは撃ち尽くしてしまっているっていうのがね、ちょっとラインハルトと相対した時に決定打となるものがないことにはなってしまうんですけども、まあ、スパルタニアも、まだ出撃できますし、あとはね、ヤードで、ね、魔術師も残ってますので、これら使って、ラインハルトと戦っていきたいと思います。さあ、ラインハルトの艦隊発見してました。ちょっと、マスターになっちゃいましたけど、ロイエンタール・ミッターマイヤーがいるな、強力な艦隊だな。先制で、ここは攻撃仕掛けましょう。スパルタニアン出します。本当だったらやっぱりミサイル撃ちかけたかったとこですよね。敵艦隊急速上昇、実際戦いかなりきつくはなってきたところなので、このままいけばね、押し切られていたかなという場面ではあったんですけど、パエッタは雲海に逃げようという話をしていますが、ヤンは逆に上昇しろと言ってますね。これに関してアッテンボロがなんで上昇しろって言っているのっていうことを問いかけています。ここの描写は帝国編と、ほとんど変わらないというか全く同じですね。
こうして、まあ、ヤーンとアッテンボロー、まあ、パイエットもそうですが、なんとか生き残れましたね。ゴールデンバーム王朝より始まった銀河帝国の圧政に抵抗する形で建国された民主主義国家である自由惑星同盟。銀河帝国との150年にもわたる戦争状態の中、今一人の英雄が存在し、歴史を動かしつつあった。ヤン・ウェンリー。後にミラクル・ヤン、魔術師ヤンと呼ばれる彼の野心なき戦いの道ほどは始まったばかりである。ステージクリアです。クリアランク確認していきましょう。ラインハルトが出てくるときまで、ミサイルね、もうちょっと温存しといた方が良かったかなと思ったんですが、案の定の結果ですね。まあ、もう少し前半、ミサイルを温存して、名もなき帝徳たちを葬った後、ミサイル全部をラインハルト、ロイエンタル、ミッターマイヤーの艦隊にぶつけるぐらいでも良かったかなと。ふうにちょっと今は思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。